柴田翔吾は、三重県稲部市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。プロでは、育成選手であった。現役引退後は、読売巨人軍球団職員を経て、大手外資系総合コンサルティングファーム、アクセンチュア株式会社に入社。経営、IT コンサルタントとして従事。3年半勤めた後、ノーボーダー株式会社を設立。 代表取締役となる。スポーツブランディング事業及びコンサルティング事業を主な事業として展開しており、日本、東南アジアにて活動を行っている。愛知県名古屋市に生まれる。妹が生まれたのを機に三重県稲部市に引っ越す。三里省二年の時に野球を始める。鈴鹿リトルを経て四日市トップエースに移り、小6の時に投手として全国制覇。 その後も、順調に成長し、天才投手として騒がれ海外遠征を控えた、大安中3年生の時に、厚生労働省指定の難病、ベチェット病を発症。全国レベルの競合10校以上が入学を、進めてきていたが、体調不良を理由に話はなくなり、医師から競合校に進んで野球をするのは無理だと、告げられたが、愛好大名電に進学。 愛好大名電では入院生活や長期間練習ができない時期もあったが、2年生春からベンチ入り、3年生夏に甲子園に出場。甲子園出場時には甲子園で投げて全国でこの病気に苦しんでいる人を勇気づけたいと語る。明治大学では同期に野村祐介らがおり控え投手であった。2011年8月26日に行われた。 読売ジャイアンツ2軍との交流戦に登板。3回を投げ走者を1人も出さない完全投球を行った。リーグ通算13試合に登板0勝0敗、防御率3.72を記録。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成3位指名を受け、年俸240万円、支度金100万円。 ドラフト開始から3時間95番目の指名であった。指名を受けての会見で同じ病気と戦う人たちに勇気や希望を与えることができればと語る。2012年シーズンはイースタンリーグでの登板もなかった。第2の2軍では12試合に登板し防御率14.54であった。シーズン後の契約公開では11月14日に 増減なしの240万円でサインした。2013年のシーズンはイースタンリーグ開幕戦でイースタンリーグ初登板を果たした。最終的にイースタンリーグで27試合に登板し、1勝0、はい、防御率3.56の成績であった。10月7日より宮崎県で開催された2013年宮崎フェニックスリーグ。 また11月26日より台湾で開催されたアジアウィンターリーグに投手としては読売ジャイアンツでは松本達也と二人で参加したウィンターリーグでの成績は10試合15.0回1失点0勝0敗 1A1 防御率0.60ホイップ0.60であったシーズン後の契約公開では12月25日に30万円アップの270万円で サインした。2014年は、宮崎キャンプ中の2月2日に、中水炎の手術を行った。10月1日に、球団から戦力外通告を受ける2015年1月、読売巨人軍球団職員として、第二の人生をスタート、ジャイアンツアカデミーのコーチとして、子どもたちへの野球指導を行う。また、球団職員として働きながら学生時代から、興味を抱いていた。 就職活動を開始。学生時代の友人から情報収集をしたり、企業研究や自己分析を進め、外資系総合コンサルティング企業のアクセンチュア株式会社に内定。2016年4月、アクセンチュア株式会社へ転職し、経営、IT コンサルタントとして従事。ビジネスマンとして成長し、将来的な夢の一つとして、 メジャーリーグの経営に携わりたいと引退後のインタビュー記事で語っている。2019年8月に放送された衝撃のあの人に会ってみたでは難病を克服した後にプロ野球選手となり、東大、京大就活ランキング1位の外資系、コンサルティング企業、アクセンチュア株式会社への異例の転身とその働きぶりについて大々的に取り上げられた。二千十九年十月、 アクセンチュア株式会社での経験を活かして企業を決意。ノーボーダー株式会社を設立し代表取締役となる。スポーツブランディング事業とコンサルティング事業を主な事業として展開しており、事業の一つとしてフィリピンに日本文化を取り入れた野球アカデミーを運営。アカデミー立ち上げに伴いフィリピンマニラを拠点に生活している。2020年。 管理改善デラックスをテーマに IT を利用した企業向け事業コンサルティングを行っている。サワンでスリークォーター君のフォームから最速145キロの直球を投げ込む。スライダーとストレートのコンビネーションが持ち味。なお、打撃技術も非凡で手話なバッティングを見せる。ありがとうございます。